アントニヌスの頂上を東方に望む頂上の遺構、ハドリアヌスの頂上とアントニヌスの頂上の位置。アントニヌスの頂上は、スコットランドの中央部に残る石と土で作られた古代ローマ時代のボウルイ。2008年にローマ帝国の国境線に含まれる形で、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された。頂上の建築は、アントニヌス帝の統治下。 西暦142年から144年にかけて行われた。頂上はクライド湾沿いのコキルパトリックからホース湾沿いのフォールカークまで60キロに及んでいる。頂上は160キロ南にあるハドリアヌスの頂上に変わるものとして建設されたが、ローマ人は城壁北方に白穂や基地を築き、スコットランド人を制圧できなかったため、頂上は 幾度もの攻撃にさらされた。ローマ人は、頂上から北をカレドニアと呼んだ。ただし、この場合の頂上は、ハドリアノスの頂上を指すこともある。アントニヌスの頂上は、ハドリアノスの頂上に比べ、規模や構築物の点で見劣りがするが、寒さ、厳しいローマ帝国の他辺に立った2年で建設されたということを考えると、驚嘆すべき業績と言える。頂上は北に、 幅広の堀を南に軍道を持つ高さ4メートルの土塁だった。ローマ人は頂上の6マイルごとに堀りを設ける計画をしていたが、結局のところ城壁沿いの19個の堀りに合わせて2マイルごとに改められた。最も保存状態が良いものは最小の砦出の一つでもあるラフキャッスル砦出である。西暦164年、ローマ軍は ハドリアノスの頂上へ撤退し、アントニヌスの頂上は建設後わずか20年で放棄された。後にブリソン族と講和し、この周辺は辺境の干渉国となり、かつての他辺となった。197年に再び戦闘状態となった際、セプティミウス・セヴェルス帝は辺境防備のため208年にスコットランドへ至り、頂上の補修を命じた。この遠征は、 数年に過ぎないものだったが、後のローマの歴史家によって、セウエルスの頂上とも呼ばれている。長い年月の間に、風雨にさらされたり、建築材料になってしまったりしたので、現在、ハドリアノスの頂上も、アントニヌスの頂上も、ほとんど残っていないが、それでもビアンスデン、カーキントルック、トゥエーカー、クロイ、ファルカーク、 それにポルモントなどに行けば、現存する頂上の一部を見ることができる。スコットランドの年代記のような中世の歴史書では、アントニヌスの頂上は、グリムつつみと呼ばれている。年代記ではこれを、ファーカーの伝説にある、エウゲニウス王の不祖に由来する名称としている。この名前は、頂上の東端である、ボーネス付近の名家、グラハム一族と関連付けられ、 グラハム包みという故障に変化していった。これは、イングランドの初期型の土イが、グリムの掘り割りと言われるのと同じものであろう。グリムとは古代ゲルマンの伝説で極めて短期間で、壮大な治水事業を成し遂げたと言われるオーディンや、ボードの別名であると思われている。考古学者は、普通、グラハム帝を、アントニヌス・ピュース帝にちなんで、ピュースの頂上、または、アントニヌスの土イと呼ぶ。 スコットランドの文献ではグリムはギリックの変形とも言う。ギリックとは9世紀後半に中世を代表する数々の偉大な軍事的成功を収めたとされるギリック・マック・ダンゲール王のことだという。英国政府は2007年1月後半、アントニヌスの長城をユネスコの世界遺産候補として申請し、2008年7月の第32回世界遺産委員会で登録が認められた。 ありがとうございます。